糖尿病のような自覚症状がなく進行する病気がないかどうか、早期に発見をして早期に治療することが重要ということで、検診という重要性になります。慢性的に血糖値が高い状態のことを糖尿病というふうに診断します。そういった意味では血糖値に注意をすることが非常に重要ということになるんですけれども、ただ血糖値っていうのは食事の影響を強く受けますので、基本的には10時間以上空腹の状態で採血をしまして、空腹時の血糖値として126を超えると糖尿病型というふうに判定します。でまた食事後であったりですとか、食事に関係ないいつとってもという値で、200を超えると糖尿病型というふうにも判定します。でもう一つ検診でよく測定されている項目として、耳慣れない方もいるかもしれませんが、ヘモグロビン A1C という数値があります。でこちらは過去 1、2ヶ月の血糖値の平均を見るような値でありまして、この数値が 6.5% を超えると糖尿病型というふうに判定します。で検診でその血糖値とヘモグロビン A1C という値と2つとも糖尿病型に判定されますと、その時点で糖尿病という診断になることになります。で先ほど126以上を糖尿病というふうに、糖尿病型というふうに判定するとお話したんですけれども、それよりも少し低い、例えば100から109ぐらい、正常高値とも言われてますが、そのぐらいの血糖に該当した方は将来的に90未満と、血糖値の低い人と比べて約6倍ぐらい糖尿病になりやすいということが分かっていますし、またそれよりもさらに少し高い110から125というような血糖値に該当した方は90未満の方に比べて15倍も糖尿病になりやすいということが分かっています。そういった意味で少し血糖値が高めという方は自分は将来糖尿病になりやすいということで今から気をつけておく必要があるということになると思います。であとはですね、肥満、特に最近メタボリックシンドロームという言葉をよく聞くと思うんですけれども、お腹周りが大きくて血圧が高め血糖値が高めというような方を、メタボリックシンドロームと呼びますけれども、その基準の一つであるお腹周りが大きい、腹部肥満ですね、こういった方は内臓脂肪が蓄積されている方というふうに判断されまして、お腹周りを測って男性で85センチ、女性で90センチを超える方は腹部肥満というふうに判定されますが、そういった腹部肥満に該当した人は該当しない人と比べて 2.6 倍ぐらい糖尿病になりやすいということが結果として得られています。またメタボリックシンドロームに該当しますと判定された方の場合でも、該当しない方と比べて 2.7 倍ぐらい糖尿病になりやすいということも分かっていて、やはり肥満は糖尿病の原因となっているということが確認されています。で他にもですね、年齢が高いほど糖尿病になりやすいということですとか、あるいは血のつながった方に糖尿病の方がいるという糖尿病の家族歴があるような方、また女性と比べて男性は糖尿病になりやすいということも分かっていますし、他にもその喫煙していると将来糖尿病になりやすいとか、あるいは睡眠不足があると糖尿病につながるというようなことも分かっています。でやはり肥満に該当する方は体重を減らすということが重要になります。どのくらい減らすかという減量の目標としましては、半年ぐらいをかけて現在の体重の 3-5% ぐらいを減らすと効果があるというふうに言われています。例えば体重80キロぐらいの方ですと、半年かけて 2.4 キロから4キロぐらい体重を減らすと効果が期待できるというふうに考えていただければと思います。内容としてなんですけれども、糖尿病っていうとどうしても甘いものを控えればいいんじゃないかというふうに
捉えられがちなんですけれども、まあ、そうではなくて、まあ、例えば腹8分目とか、まあ、7分目ぐらいの、そのカロリー全体、食事の量全体を減らすというイメージで考えていただければというふうに思います。またその食後急激に血糖値が上昇することも良くないというふうに言われていますので、食後血糖を予防するという意味では血糖の上昇しやすいその炭水化物を少し控えていただくですとか、あるいはその糖の吸収を抑えるために、野菜とかキノコ類、海藻類といった食物繊維を多く摂ることも効果があるというふうに言われています。また最近ですと、その朝食を食べないという方が結構いらっしゃるんですけれども、朝抜いてしまいますとどうしてもその分昼とか夜にたくさん食べてしまうということが起こって、その時に、血糖値が急激に上昇することが、膵臓に負担をかけたりということで良くないというふうに言われています。で、そういった方の生活サイクルですと、その昼夜たくさん食べてしまうので、結局次の日の朝はあまりお腹が空いていなくて朝食を食べないというような悪循環になるということが多いので、例えば夕食の時間を早めにするですとか、夕食の量も少し控えめにして、次の日の朝起きた時にその空腹感を感じるようにするというのが一つの工夫になるんじゃないかなと思っています。で、あとはその食事だけで頑張るというのではなかなか難しいので、運動をうまく組み合わせるということが重要になります。で、激しいスポーツをする必要は全くなくって、ウォーキングのような有酸素運動を組み合わせていただければ、すぐに例えば体重が減るというような効果がなかったとしても、血糖値を下げるホルモンでありますインスリンというホルモンの感受性が高まったり、少ない量でも血糖値を下げてくれるようになったり、あるいは筋肉が、血液中の糖分をエネルギーとして直接使ってくれたりということから、血糖を下げる効果が期待できるというふうに言われていますので、食事と運動を組み合わせるということが重要になると思います。あとは正常な方でも、先ほどもお話ししましたが、無症状で進行するのが糖尿病ですので、今回は異常なしであったとしても定期的に検診で確認をしていくことは重要な対策になると思います。いろいろなデータからですね、実は十勝の方、おいしいものがたくさんあるからというふうには思うんですけれども、例えば肥満の方が多かったり、あるいは血糖値が少し高めという方が他と比べて多いということが実はデータで分かっています。例えば北海道の調査ですと、十勝の方は全国と比べて肥満の方が多い、あるいは血糖値、先ほどのヘモグロビン A1C という数値が高めの方が多いということが分かっています。また、帯広市のデータでは、先ほどのようなそのヘモグロビン A1C が高いという方が全道平均と比べても高いということも分かっていますし、また一人当たりの医療費のデータが循環器疾患、がんに次いで糖尿病での医療費が第3位ということで、糖尿病による医療費も結構かかっているということも分かっています。また、介護が必要になるような方の4人に1人が糖尿病を持っているということも分かっていて、健康寿命を延ばすと、最近よく言われますけれども、そういった観点からも糖尿病に注意していただくことは重要かなと思っています。で、また、同じく帯広市のデータによりますと、十勝の方、帯広市の特定健診の受診率が、平成28年度で 34% ということで、こちらは全道平均の 39% や全国平均の 50% と比べると検診を受ける方が少ないというデータも出ていますので、ぜひ糖尿病の予防管理のためにも健康診断を受けて活用していただければというふうに思います。